今回はブランケットみたいなチェックネイルを作っていきたいと思います。まずベースを二度塗りしていきます。表面をザラザラさせるためにスカルプのアクリルパウダーを使っていきます。未硬化ジェルの上にたっぷりパウダーをかけていきます。100均でも売っているアイメイク用のチップを使用していきます。パレットにジェルを出すとやりやすいです。こちらを軽くポンポン叩きながらのせていきます。表面がザラザラしているのでブランケットみたいなボワボワ感が出せます。
マットコートで仕上げていきます。マットコートは硬化して拭き取るとマットになります。こちらで完成です。